太郎が起きました。小太郎さん、目が覚めましたの？一日ですわ。ギルちゃんは小太郎さんの近くで伸びてましたけど、すぐに起きましたか？生きていましたか。よかったですね。どうして逃げなかったんですか。小太郎が一人であんなことしたら危ないに決まってます。はい、千早さん、窒息死させるのは結構ですが、その後はどうしようとお考えで。すごくないです、こんなに怪我して。いえ、与太郎くんにしてはよくやった方かと思いますが。はい、そうです。はい、私です。あそこまで楽に勝てたのは与太郎くんが苦労して弱らせてくれたおかげですよ。なんだよ、超活躍してたじゃん。なんだよ、いいじゃん、俺お前超見直したよ。そうですわよ、まさかクリボイログとまともに戦い合えるなんて。とりあえず今はゆっくりと静養することですね。では何か食べたくなったら下へどうぞ。じゃあ俺も戻って寝るか。小太郎さん、ゆっくりなさってくださいませ。包帯結び直してあげます。これ、そう簡単には壊れないんですよ。ちょっと違うんですけど、昨夜と契約したおまけみたいなものです。魔物と契約をした場合、使い手と魔物の間にはエネルギーのやり取りとかつながりができるんですけど、昨夜はそういう魔物なのかもしれません。契約者を守ってくれる、そんな能力ですから相当強力なはずです。
太郎、これが壊れるくらいの敵相手にして怖くなかったんですか？死んじゃいますよ。なのに、なんで？はい？それは聞きましたけど、なんでそうなのかってことです。能力者たちとは。でもそれも昨夜に頼ってただけです。はいはい。ないです。話したことありませんでしたっけ？そうですっけ。それはいいですけど、小太郎あんまり変わらないですね。
白してきた後なのに。あ、いえ、すみません、やっぱり今のままがいいです。じゃあちょっとお話ししましょう。どんなです？多分お父さんはそういうのを作ってたんだと思います。そういうのなら見たことありますから。どういう両親だったのか、実を言うとよくわかりません。いい両親だったのか悪かったのか、実を言うとよく覚えてませんから。でもなんとなくですけど、一緒にご飯食べるのが楽しかったような覚えはあるんですよね。そうですか。
敵対する組織はガーディアンと呼んでいるらしいです。私たちの村、パワースポットは空間の中にあったから、表沙汰には一切なりません。お父さんがどんな魔物を作ってたのか知りませんが、それが原因だったのかもしれないし、パワースポットを潰すことがガーディアンの目的だったのかもしれません。そう、あれから家には帰れなくなっちゃいましたし、知ってお父さんが恐ろしいもの作ろうとしてたとか、そうなった方が怖いですし。はじめまして、私の主。これからは私があなたを守ります。それで私は気を失ってしまったみたいで、気がついた時はガイアの保護施設の中でした。それから私はそこでガイアの魔物使いとして生きることになりました。もう住んでたところも帰れなくなって、行く場所もなくて、それしかなかったから。小太郎、もう平気ですから、そんなに悲しい顔しなくても。あ、じゃあこの話聞いて小太郎どう思いました？私やめちゃおうかな。小太郎、いつもふざけてばっかですけど、こういう時そういう顔してる小太郎は好きです。そのなんていうのかよくわからないんですけど、でも
別にいつもそういう顔してるとちょっと困ります。だからあんまり気にしないでください。ところでちょっといいですか。実は昨日からあんまり寝てなくて、話しすぎて眠くなってきました。隣の部屋まで話聞こえちゃってるんですけどね。若いっていいですわ。お姉さん的にどうなんよ、この展開。そうですね、まあなんと申しますか、やはり腹が立ちますね。煮えくり返るか。煮えくり返りますね。笑顔が怖いですわ。まあお姉さんも俺らと同類だからな。そうですね。ですがそれはそれでいいかとも思います。なんで。千早さんがそう望むならです。それに私はいつでも。めったなこと言うんじゃねえよ。俺たちだって生きてるんだぜ。友達なんだぜ。そうですか。なんかおめえはよ、儚げなんだよな。ええ、それはもう桜は儚いものです。比喩に聞こえねえんだよな。お前さ、ひょっとして。しダメですわよ、そんな大事なこと黙ってちゃ。杞憂かもしれませんからね。杞憂じゃありませんわ。私のことは置いておきまして、あなた方は一体何者なんでしょう。随分といろいろなことに詳しいですし、ちょっと想像もつきません。それな、正直なとこ俺にもよくわかんねん。ゴミから生まれた謎生物ですわよ。まあそれはいいとしてもよ、俺らの主様、お前のこと相当高い壁に思ってるみたいよ。そのようですね。いいじゃないですか、乗り越えてもらえるなら。壁の立て逃げだけはしなさんのよ。そのつもりはありません。無論壁の高度を下げることはしませんが。あなた全然素直じゃないんですね。父親とは得てしてそういうものでしょう。さて夜食の準備でもしましょうか。俺にもなんか食わせてくれ。あなた方何を食べるんです。何でも食うぜ。生肉とか。思い通りに生きるって大変ですのね。人は特に。何黄昏れてんだよ。食うぞ、メシメシ。今行きますわよ。頑張ってくださいませ、小太郎さん、千早さん。